まあ、要はこの期間、異次元緩和と言われてたんだけれども、民間銀行、まあ、民間金融機関というのは、まあ、貸し付けを伸ばさなかったと。まあ、であるがゆえに、マネーストックもあまり伸びなかったと。なので、物価に対する影響というのもほとんどなかったということなんですね。で、一方で、その今回の日銀の政策変更というのは、まあ、日銀のマネタリーベースを膨らますぎたということで、国際市場に対する悪影響とか、あるいは円安っていうですね、別のところに悪影響が出てきたので、まあ、さすがにこれは、まあ、修正しなくちゃいけないという事態に至ったんだと思っております。なので、やはり、ここはですね、まあ、頭の悪いっていうのは、やっぱり僕は罪だと思います。やっぱりリフレ派の方々っていうのは、まあ、こういった、まあ、当たり前のその会計の理屈を分からずに、まあ、とにかく、金融緩和しろと。で、ゼロ金利を維持しろと、いうことばっかり言っててですね、でもそれは、まあ、さすがの日銀も耐えきれなくなったと、いうことで、まあ、潔くここは敗北を認めて、まあ、その上で今後どうすべきかっていうのに建設的な議論をすべきだと私は思っております。OK, it's time!